努力すれば成功できるのか。僕自身は成功するっていうことについては運がすごく大きい要素だと思っています。例えばマイケル・サンデルの翻訳では実力も運のうちっていう本があるんですけれど、その中でも成功っていうものを努力に結びつけすぎると良くないと、他人に対して寛容になれないっていう話があるんですよね。じゃあ運次第だったら努力なんて無駄なのかっていうと、そうでもないと思うんですよ。今回は僕が思う努力と成功の関係性についてちょっと掘り下げてみようと思います。こんにちは、堂本です。今回は努力と成功の関係っていうところでお話ししていこうと思うんですけれど、最初に言った通り、僕は成功は最終的には運だと思います。どれだけ努力していても最後の最後で風向きが変わってしまって失敗してしまうみたいなことはあると思いますし、今まで努力をしたことが一回もなかったとしても本当にその瞬間だけ運が良くて成功するっていうこともあり得ると思います。だから最終的な決め手がどこにあるかって言ったら、それは運だと思っているんですね。まあ、なので努力は必ず報われるよっていう言論ってあんまり僕好きじゃないんですよ。努力はね、報われないこともあります。ただ努力が必ず報われるとは限らないけれども、結果が保証されないっていうことが努力をしなくていい理由にもならないと思っているんですよね。例えばその積み重ねがない状態で大きな結果をなんか得ようとすると、一発逆転的なことを狙うしかないんですよね。ここで一発逆転でこれだとか、ここで一発逆転でこれをやろうとかっていう風に、その瞬間的に爆発的な何かっていうのを狙っていくしかないんですよ。ただそれって基本的にリスクが大きいんですよね。あとはやっぱりそういう一発逆転系のビジネスっていうのがあって、そういう層をターゲットにした、ビジネスっていうののターゲットになりやすいんですよ。で、一発逆転が可能であるっていう、その可能であるっていうのは物理的に可能であるっていうだけ、その確率としてゼロじゃないっていうだけで、何かを可能であるっていうことって別に何も言ってないに等しいんですよね。誰にでも無限の可能性があるって、そらそうじゃないですか。でもその可能性をいかにしてつかめるかっていうところが問題なのであって、可能性のあるなしっていうのは実は問題ではないんですよ。大抵のことには可能性あるので。でもその可能性あるよね、一発逆転の可能性あるよねっていうところを強く言って、そのビジネスとしてね、なんかこうあんまり良くないものにつなげていってしまうっていうことが結構あって、それに引っかかってしまうっていう人も結構います。で、これは僕の人生哲学の中で結構重要な位置を占めている考え方なんですけれど、リスクは時間で希釈することができます。高リスクを取りたくないんだったら、その分時間をかければリスクを低くすることができるんですよね。逆に時間をかけることを惜しめば、それだけ瞬間的に大きなリスクを被ることになります。まあ、例えばなんですけど、100万円の現金が欲しいなと思うとするじゃないですか。それを今すぐ欲しいってなったら、もう何かよっぽどのことをしないといけないんですよ。仮想通貨とか、あるいはそういう株取引とかっていうのにレバレッジをかけてみたいなことをしないといけなくなっちゃうじゃないですか。でも100万円が欲しい1年後にとか、100万円が欲しい2年後にってなったら、少しずつ貯金していけば手に入るじゃないですか。それを100万円を得ることに生じ得るリスクっていうのを時間で希釈していると僕は考えています。で、これは大抵のことに当てはまると思います。今すぐ〇〇したい、今すぐ何々だっていうのは一番リスクを高い行動を取らなくちゃいけないです。でもいつまでにとか、ここまでにっていう風にしておくと、そのタイムラインでリスクを希釈できるんですよ。で、今なんでこの話したかっていうと、努力をすることが僕が重要だと思うのは、それがリスクを軽減する時間の使い方であることが多いからです。努力をするっていうのは基本的にその何かの結果を求める上でのリスクを低くしてくれるんですよね。一方でその結果に対して有効な努力とそうでない努力っていうのはあると思いますし、あるやり方が特定の人にとっては効果があるけれども、別の人にはないっていうこともあると思います。僕はこれを再現性がないっていうふうに言っているんですね。他人の努力をそのまんま真似してもどうにもなんないことっていうのがあります。つまり努力することとか目標っていうものに対して自分なりのアプローチっていうのを見つけなくちゃいけないんですよね。逆に言えば、他人が努力すればなんとかなるよと、努力すればきっとどうにかなるよって言ってるのは、もう話半分に聞いていいんですよ。その人が努力してどうにかなったっていうだけの話なんですよ。ただその人の経験から何か学ぶところはあるかもしれないので、その人の努力を完全になぞるっていうよりも、その人が何を考えてそういうことをやっていたのかっていうところから、じゃあ自分はこういうふうに考えたらいいんじゃないかなっていうふうに考えて、自分なりの努力っていうことができれば、まあそれなりにね、リスクを軽減できると思います。努力をすることで最終的な運が自分に向くように仕向けることはできるんですよ。でもそれだけで成功が約束されることはないです。努力すれば必ず成功が約束されるは嘘です。もし必要以上に努力の大切さを強調しているなら、僕はさっき言った通り、リスクを軽減するために努力をすることは大切だという立場ではある
あるんですけれど、でも必要以上に努力の大切さとか、なんか努力の尊さ的なことを強調しているんだったら、大抵の場合それってその人がね、努力したい自分を肯定したいだけだと思っているんです。ただその上で成功の確率を高めたりとか、あるいは失敗の確率を小さくしたりとかする上で適切な努力をすること、つまり勝負のその瞬間よりも前に何らかの取り組みをしておくことっていうのは基本的にいいことだと思います。基本的に結果につながりやすくなる、自分の勝ちの目を上げる行為だと思います。なので何か絶対に負けられない勝負があるとか、絶対に叶えたい目的があるっていうことであれば、それに対して努力と呼ばれるものをするというのは僕は大切なストラテジーだと思っています。ただそれをあまりにも強く言う人、それをあまりにもなんかこう礼賛している人っていうのはちょっと話半分でもいいんじゃないかっていう話なんですよね。最終的には運なので。で、今運っていう話をしたんですけれど、努力できる環境にあることがそもそも運がいいっていう考え方もあります。で、僕はこれはその通りだと思います。例えば家庭環境がどうだったよとか、あるいは周囲が何かに対して努力することを、まあ、軽視しているとかっていう状況だったら、その影響を受けて自分も努力を軽視するようになってしまったりとか、まあ、努力なんてしたってっていう風に思っちゃったりとかっていうことがあり得ると思います。逆に最初から何かに取り組むことの重要さっていうのが当たり前だと、努力なんてやって当たり前なんだっていう人たちに囲まれて成長したりとか、そういう環境に長く身を置いている人にとって努力って当たり前のものだし、努力に対するモチベーションとか考え方っていうのが全くガラッと違うっていうことはあり得るんですよ。その生まれ持った環境とか、自分が根ざした環境っていうところにおいて努力に対する考え方が違ったりとか、モチベーションが違ったりするので、努力のしやすさっていうのが違うっていうことはあり得ると思いますし、例えば自分にお金がある状態だった、お金がない状態だったっていうところから、努力の仕方に対する選択肢が狭まっているっていうこともあると思います。ただその上で自分の環境の中でどういう取り組みができるかっていうことを考えることが結局のところ重要なんですよね。環境によって努力のしやすさとか選択肢が、まあ、だいぶ違いがあるっていうことは、これはもう僕は事実だと思います。ただ自分の環境が努力がしづらい状態である、そういうものがやりにくい環境であるっていうことに気づいたなら、それに対して働きかけるところから始めるっていうことになるっていう、ただそれだけのことだと思うんですよね。というわけで今回は、まあ、僕が思う努力とはどういうことか、努力をするとどういうところがいいのかとか、あるいは努力をすれば成功できるのかどうかっていうことについてお話しさせていただきました。僕は結局成功できるかどうか、自分が望む結果が得られるかどうかっていうのは運の要素が大きいと思います。例えばどれだけ努力をしたとしても、どれだけ気をつけていたとしても、結局受験当日に風邪をひいた、インフルエンザになってしまったってなったら受験受けられないし、あるいは万全な状態で問題を解くことができなくて点数が下がっちゃうってことはあり得ると思います。どれだけ努力をしていたとしても、どうしようもなくそうなってしまうっていうことはやっぱりあり得るわけです。ただ受験当日に風邪ひいちゃったら意味ないから勉強しないは、ちょっと話が違うじゃないですか。そういうことなんですよね。必要以上に努力っていうものを礼賛せず、努力っていうもの、あるいはそういう概念とより適切な距離感で付き合っていくことができるっていうことが大切になってくるのかなと僕は思っています。